本日のゲストをお呼びしたいと思います。環境エネルギー政策研究所の所長であります飯田哲也さん、どうぞ。そして、本作のシナリオを担当しました、井上純一さん、どうぞ。皆さん、どうもありがとうございます。あ、ご乗車、ありがとうございます。よりにもよって台風の日に。そうですね、今日は上映があるかどうかちょっと心配してましたけども、でも本当に、この作品6月21日から始まって、まあ、若干苦戦をしておりますけども、はい、まあ、作品をご覧になっていただいた感想はどういう感じだったんですかね。まあ、まずあそこでそのウランを取ってたって私知りませんでしたので、まあ、本当に感慨深くですね、見たんですが、実は福島第一原発というのは私が原子力の仕事をしていた時の最後に関わった原発で、あそこの、第一原発のメルトダウンを起こした3期プラス4号機と5号機6号機の間にある、使用済み燃料というまさに核のゴミを保管する施設を作って原発を抜けたんですね、原子力村を。でそういう意味ではすごく福島第一原発はその、戦争中の話から自分自身の実体験を重ねてですね、非常に、まあ、重たい、ものを感じましたね。はい。飯田さんはその原子力に、まあ、ある意味加担する側から、はい、ある意味今度はこうそれに激しく向き合うというか、はい、そういう側にこう立ち位置を変えられたような気がするんですけども、はい、それはどういうことですかね。いや、まあ、原子力のまず内側からまず見たということが一番大きいんですが、まあ、もちろん今原子力で働いている方は皆さん内側から見てるわけですが、私の場合はその大学というアカデミズムの内側と、そしてその、原子力産業というかものづくりの現場と、そして電気事業連合会、まあ、電力中央研究所というところにいたので、電気事業連合会の進める原子力の内側、そして原子力安全委員会、今の原子力規制委員会の前身ですが、その国の内側と、まあ、4つの角度から原子力を見たときに、まさにその311の原発事故の後ですね、まあ、この映画が、まあ、3代の歴史で描き出したものもある意味似てるんですが、中心が空っぽだと、責任を取る人が誰もいないというその空洞さというかですね、それを感じて、これはすごいところに自分は来てしまったなと思ってですね、でそれを一旦ちょっと、抜け出して、この原子力の歴史と、そしてそれを大きくどの方向に向かっていくのかということを、まあ、北欧から見直そうということで、まあ、自分の人生そのものにも向き合うということから始めたという感じですね。飯田さん、実はですね、はい、飯田さんの旧知の方でもある方がですね、はい、今日僕も登壇したいと、はい、だから登壇して、いや、もちろん、そうですか、はい、では元東大社員蓮池徹さん、どうぞ。東電に翻弄された4世代の家族を通して70年にわたる日本の歩みを描いた愛と希望の物語、これで我々はひどい目に遭ってます。井田さん、もう全くどこも宣伝してくれ、映画の記事を取り上げてくれず、朝日毎日すらダメで、世間に全く知られず、日刊現代にどこも取り上げてくれないんで打ち切り危機かと早々に書かれ、まあ、田さん本当にまあ、ある意味どこかで無邪気な男気みたいなものがあって、そんなことはないだろうなって高くくってたんですけども、蓋を開けてみたらやっぱりね、そうなんですよね。ああみたいな、まあ、いつも言ってるんですけど、現実社会では東電が悪いって誰でも知ってて、ドキュメンタリーでは東電って言ってるのに、なぜかフィクションのテレビドラマや映画では東電が監督電力になってみたり、原発事故が架空の件で起きてきたりって、僕そういうのってなんか自粛とか自主規制という名の完全に表現の自由の放棄だと思ったんで、
別にこう普通に東電で使って書いただけなのに、なんか勇気があるなと言われ、そしたら実際に全くこうメディアに乗らなくてですね、あの評論家や映画ライターも試写に来ないんですよ。どうせあの原発ものってやったって記事書く機会が少ないからっつって。だからまあちょっとここまでかと思って正直びっくりしてます。ちょっといきなりあの居場所がいなく なんくなるような言い方して申し訳ないですけど、そうあのやっぱり東電でいた時にやっぱりマスコミ対策みたいなことって徹さんって、まあ、現場は関わらないかもしれな ないですけど感じたことあるんですか。金使うなっていうことですね。マスコミ対策はものすごいお金使うんですよ。それで面白い話があって、彼らも広報部っていうのがありますんでね、当店の、なんていうか、捏造、データ捏造事件が2002年にあったんですよ。で、あれをですね、まあ、元 GE という会社の技術者の方が告発して、で当店も、まあ、しぶしぶ認めて、プレス発表するってしたんですよ。プレス発表した日がですね、なんと2002年の9月17日なんですよ。その日何かっていうと、小泉さんの電撃包丁の日なんですよ。ですから、東電 そのデータの捏造っていうのをプレス発表をバンとしましたけど、次の日の長官は小泉包丁ですよ。ですから、東電のデータ捏造なんてどっか飛んじゃってるっていう、そういう、まあ、こそあんなことをやるんですね。公のパワーバランスの中で消していくっていう、そういうことはやってましたね。敵頭いいですね。頭がいいというか、まあ、こそくというか、もうテレビ、ラジオ、もうものすごいお金出してましたよね。で、どうなんですか、3.11 以後、やっぱりマスコミとか東電のあり方とか、普通、居住を正すであるとか、自分を律するとか、そういったことが必要なような気がするんですけど、原子力委員会とか含めてこう、その中枢にいる方々としてどう見えてるんですか、井出さん。いや、もう今中枢に全然いないというか、完全に弾き飛ばされちゃったんですけども、去年でしたか、原発ホワイトアウトっていう本が出ましたね。現役の経産官で若杉さんっていう仮名で書かれた人で、あの書かれてる内容の3、まあ、蓮井さんは結構あれかもしれない、3分の1ぐらい確かにこれは絶対あるなっていう、他のところも多分あるだろうなっていう感じなほど、いつまで正すどころかですね、もうますますこれまで通りのというか、もう昔に戻るかのようなですね、お金の使い方にしろ、そのメディアに対するいろんなお金と記事のチェックにしろですね、全く変わってないっていうことですね。結局それは東電も経産省もやっぱり誰一人としてきちんとした形で責任を取ってないので、まあ、ある意味鷹をくぐっているというかですね、もうこれで通るんだというふうに開き直った感じがありますよね。今ふと思ったんですけども、せっかくこうやって来てくれた方々がいらっしゃるし、これだけ本当にこう深く関わっている方がいるので、ちょっとお客さんから質問を受けましょうか。初めての試み、初めての一体の試みですけど、何か本当に気になっていることを、気になっていること、なぜこんなにお客さんが少ないんだっていうこともあるんですけど、もう本当ちょっと自虐的になっているところもありましてですね、やっぱりこう意地でもこのトークは続けるぞみたいなところがありましてですね、何かございますかね、本当にこうなかなか聞けない実体験を伴った学者さんというタイプではなくて、何かあれば蓮池さんには、日朝関係はどうなってるのかなっていう話もいいかもしれませんけども、何かございますか、挙手していただければ。やっぱり日本人は静かなんですかね。まあなかなかこれだけエキスパートお二人だとなかなか聞きづらいって聞きづらいというところありますけども、いや蓮池さんはこの作品を見てまずはどんな感じをしたんですか。そうですね、まずその東電って出てきて、第二原発建設予定地とか出てくるしね、おいおいって感じ、まあ我々の常識から言うと、おいおいおいっていう感じですよね。本当にいいのって
なんかこう迎立されんじゃないかなとかそういう心配を、まあ、瞬間持ちましたけども、まあ、見るにつけてですね、まあ、この私日本が原爆を昔作ろうとしてたっていうのは知ってましたけど、まさか白川でウラン採掘してたっていうのは知りませんでした。僕らも本当にこれは井上さんの功績ですよね、こういう発見したのは。で初めて知りまして、まあ、そういうことからもう始まってるんだなということで、まあ、それがもう福島の悲劇を招いてしまって、まあ、4世代にわたってですね、まあ、いろんな人生が狂わされたり、そこで引きこもる物語があるっていうので、まあ、非常に人間関係複雑っていうか、時系列が非常に複雑なんで、見る方も大変苦労されることもあるかもしれないんですけども、それをきちんと整理して見ていただければ非常に、まあ、面白いって言ったらちょっと薄っぺらいですけど、興味深いと思います。あとこの看板ですね、原子力明るい未来のエネルギーって、この看板の下をですね、私くぐりながら福島第一に通勤してましたので、この看板にはすごいなんか昔から関わりがあるんですね。それでお客さん皆さん、僕は長谷池さんと小中高一緒で、ずっとこう新潟の柏崎ってところで育ったんですけども、これはこの映画を初めて見た時に、これは蓮池家だなと思ったんですよこれ息子さんの徹さんは東電就職で、お母さんは市役所勤めていて原発反対の運動の旗頭なんですよ。これは本当にこういうリアリティっていうんですかね、具体的な友人の家庭を見てるような感じがして、おそらくここは日本中のどこかにあるんだろうと思うんですよね。あると思いますよね。当然と大きな話しかしないので、で井上さんはそういう一つの家族からこう日本の構造を見せてくれたみたいなところがあって、非常にこう感銘を受けたんですけども、それ自分の家族と思いませんでした？まあちょっと、まあうちはですね、母は自治労でいやいや反対運動やってましたんで、まあちょっと違うかな、ニュアンス違うかなっていうのがありましたけど、まあそういう家庭は実在すると思いますよ。意地でも土地売らないっていうのはありましたからね。それは新潟の牧原発で意地でも売らないっていう人がいたために、計画はボスになってしまいましたので、そういうことは実際にあり得ることだと思います。だから飯田さんもそうやって日本をこう、なんかこういろいろ歩きながら、はい、福島が今すごくフィーチャーされてますけども、はい、原発城下町っていうところっていうのは、まあ、こういった物語があって、大体でもそういう物語って表に出ないですよね。そうですね。でもまあ、私もなんていうか、まず個人史的に言うと、山口県で上関原発って今一番その新規の原発作るところがあって、で私の、母方のいとこが推進派の、上関の推進派の一番こう筆頭のところに嫁入りして、でちょっともううちはいろいろ小学校の時に一家離散があったので、40年ぶりにその母方のいとこと最地一の後会うことができてですね、なんともこう皮肉なっていうかですね。で、まあでもそれは私あの頃山口県知事選だったもんですから、でも彼らは推進派だけど、その一家と親族はみんな私を応援してくれて、でもすごい一方で推進派の一家のくせにっていうんでこう締め付けに遭うみたいなことを間近に見たりとかですね、まあ、そういうことも個人史的にはありますし。でまあ、これは双葉ですよね。で富岡とか双葉とか今入ると本当に富岡は桜並木が、美しい桜並木が全く無人で、その真ん中にいわゆる帰還困難地域で金網が張ってあって、そこから先入れないみたいなところとに無人のところに桜が咲いてるとか、あとここもそうですけど、あそこだけ時間が止まってるんですよね、完全に。で止まって風化をしてるっていう部分っていうのは、これは本当に
ある意味このセピア色の写真が今そこの現実にあるっていうこの不条理というかですね。で今その富岡とか南相馬とかそのまさに被災されている方々と、しかしそうは言っても未来を作っていこうということでその人たちが事業主になる地域の再生可能エネルギーをもう農地としてはすでにもう、まあ、いつかは使えるかもしれないけど今は使えないところで太陽光とか風力を作ろうみたいなことを今一緒にやったりとかですね、やっぱりそのしっかりとこういう時代だから、手触り感のあるこう未来づくりみたいなものを一歩一歩ですね、今作っておかないといけないんじゃないかなと思ってますね。昔からあの再生可能エネルギーっていうのはこっそりっていうかひっそりやってたんですよね。私が、まあ、東電にいた頃から太陽光とか地熱とか風力とか、まあ、ムーンライト計画とかサンシャイン計画とかって言ってやってたんですよ。ただ予算と人をまともにつけてない、だから一生懸命やってないんですよ。原子力ありきなんですよね。だからもっと私は人と金をつけて国が本腰を入れればそういう夢は実現可能だと思うんですよ。でその辺の専門家でいらっしゃる飯田さんはですね、今日はエネルギー革命というのがテーマなんで、いろんなところで地産地消型のエネルギーを目指しておられるんですよね。で私はじゃあ首都圏はどうするんだろうとかっていうそういう質問もしたかったので、その辺の飯田さんのその夢というか目標を語っていただければ嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、この西知事の原発事故は本当に不幸な事故だったと思うんですが、しかしその、あの時あの地震が起きなくてもどこかでこういう壁にぶつかってたんじゃないかと思うんですが、それが、あの事故が起きて、3つだけいいことがあったと。で1つはやっぱあの311の当日の午前中に固定価格買取制度が閣議決定されて、その後当時の幹事長が、まあ、首をかけて自然エネルギーの促進法を通したと。で2つ目は省エネが節電が、ピークで 20% で1年間を通して十数パーセントできたと。で3つ目がですね、やっぱりこう皆さんが、エネルギーと原子力の知識と関心を増して、で今日本中でそのご当地電力といわれる取り組みが一気に広がってきたという、ここがすごく大きいと思うんですね。で今ちょうど世界的にもエネルギーは原子力や化石燃料から自然エネルギーにこう倍々ゲームで増えるタイミングで、量的に変わってるだけじゃなくて、ちょうどインターネットが入る前と後みたいにですね、大規模集中独占型から小規模地域分散ネットワーク型のそういうその体制レジムチェンジが起きつつあって、で今福島で一番もうこの前ドイツのシェーナウ電力革命賞っていうのをもらった会津電力っていうのがあるんですが、これは9代続く大和川酒造のご当主の、佐藤八重門さんが中心なんですね。で小田原は鈴廣かまぼこの鈴木さんが中心なんです。かまぼこ屋とか酒屋さんとかですね、寺の坊主とかですね、昨日まで別の仕事してた人が地域のエネルギーのリーダーになって、それが今日本中で次々に、起きていると。でこれはすごい大きな、まだ本当にささやかな流れなんですけど、これは本当に、日本を、の明日を作っていく取り組みが一つ一つ、今次々に起きていると思うんですね。本当にそうやってね、はい、金目のもので流されないようにしてほしいですよね。井上さんはすごくそのことをずっとおっしゃってたじゃないですか。その金だから、なんでわざわざ金目っていう下品な言葉を使って被災者および被災地を貶めるのか分かんないですよね。でまあそういうことやってる政権が、まあ、あと集団自衛権をあんなむっちゃくちゃなもうことやって通す政権がなんでこんな支持率高いのみたいな。だから僕はもう日本がメルトダウンしてるんじゃないかぐらいなことを思ってるんで、今家族のドラマって言っていただきましたけど、まあ、飯田さんや橋池さんがやれることと同じように我々フィクション作家がやれるのは、こうやっていろんなことがあってもその被災者の方一人一人になんか我々と同じような生活があって、同じように家族がいて同じように好きな人がいるっていうことをこう想像してもらって忘れないでいてもらうことしかないんですよ。でその先に
ちょっとだけ怒ってみるみたいなことがあったら、もう少しだけこのメルトダウンを食い止められるんじゃないかなという気がしてます。でただこう言っててもこうやってお客さん入ってないんで、ぜひもうこの映画を育てるつもりで応援してください。なんかみんなに広めてください。写真撮ってもいいですから、どんどん。すいません、なんか最後はそんなこと。いや本当に、お客さんの少なさは僕たちはある意味こう引き受けているんですが、こう心ある人にご覧になっていただいて、これは映画ですからね。本当に映画って人に見てもらって初めて完成だと思うんですよ、僕は。それで見てもらって、よければ宣伝していただければと思いますし、そこを強要はそれほどしたくないので、で、本当に最後、飯田さん、乱入の初池さん、一言ずついただいて、この場を締めさせていただければと思います。はい、今、メルトダウンという言葉もあったんですけど、最近、宇野常寛さんという、なんとか、これも職業なんかしまう、静かな革命っていう本を出してるんですけど、大きく見ると、すごくなんか変なことが確かに今、日本社会が起きているし、こう、本当は豊かな国なのに、すごくマイナスに、なんかこう、変な渇望感とか、焦りとか、マイナスの動きがあるんですけど、今のご当地電力みたいな動きとか、あるいは本当に地域に行くと、新しい農業とかですね、新しいその、価値観で生きていこうという人たちが、311で気づいて、確かに間違いなくすごく増えてるんですね。で、これは本当に静かな革命という言葉通り、全く違う、生き方を選択する人たちが、これはもっともっと多く増えて、で今の、社会の在り方がガラガラっと崩れた時に、皆さんの煙幕というか目の前のフィルターが取れて、やっぱりこちらの方が可能性があるんじゃないかっていうのは、僕は見えてくる時っていうのは、これはもう時間の問題で、いずれ形に現れてくるというふうに思っています。本当にいろんなエネルギーを紹介していただければと思います。はい、橋下さん。私はもうね、今はその大規模生産大規模消費の時代じゃないというふうに思います。その象徴が原発だと私は思ってますので、そういうものは早く手を引いてですね、飯田さんはおっしゃるように自然エネルギー、再生可能エネルギーというふうにシフトしていって、でソーラーパネルを置いて蓄電池を置いたらもうバッチリですよ。そこに国がお金を補助すると、ね、半分以上とか3分の3とか補助するっていうことをやっていけば、だってこの夏東電は他電力に売電するんですよ、電気売るんですよ。で再稼働再稼働って言ったんだから、再稼働なんかされたらですね、うちの実家は、あなたの実家も危ないからね。3キロ以内ですか。本当に危ないですよ。避難場所がないんですよ。市役所に聞いても今検討中ですってずっと半年1年言ってるんですからね。そんな状況でちょっと再稼働や、東電はもう福島に専念して、東電がその柏崎刈羽の再稼働なんてバカなこと考えないでやってほしいなと。その際は地元の産業をどうするのかっていうことも国はしっかり考えてほしいし、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんちょっと写真撮っても全然構わないので、ちょっと男4人でちょっとあれですけども、もう本当に撮っていただいて構わないので、なんとか設定を皆さん協力していただければ本当にありがたいと思います。本日はどうもありがとうございました。